皆さんこんにちは、長岡優也です。この度、人目の角換わりという本を出版することになりました。人目シリーズでは今まで中飛車と石田流という振り飛車を題材にした本を2冊出していたんですけれども、今回は角換わりという相飛車の戦法が題材となります。角換わりの特徴は角を持ち駒にしていることで、それによって攻撃力がとても高くなっています。ぜひ本書を読んで鋭い攻め筋を学んでいただければ嬉しく思います。人目シリーズは次の一手形式の定石書になっていて、今から角換わりを始めたい初心者の方や中級者の方まで楽しめる本になっています。ぜひよろしくお願いします。